も簡単にドラム演奏が楽しめるドラムマニアの遊び方をレクチャーするよ。これさえ覚えちゃえば君もミュージシャンだね。それじゃあドラムパッドを順番に叩いてみよう。まずはレフトシンバル、その調子。次はハイハット、その調子。次はスネア、その調子。次はハイタム、その調子。次はロータム、その調子。次はフロアタム、最後にライトシンバル、その調子。次は足元のペダルを踏んでみよう。まずはレフトペダル、その調子。次はバスペダル、その調子。いい感じ。次はタイミングの練習だよ。ノーツが流れてきたら判定ラインのタイミングで同じ色のパッドを叩いてね。それじゃあ実際にやってみよう。でも失敗すると減っちゃうんだ。ゲージが残った状態で最後まで演奏できればステージクリア。それじゃあ次はいよいよ演奏してみよう。好きな曲を選んでね。